おはようございます。お疲れ様です。マサスピ時の刀らしです。お願いします。はい。まあ、ちょっと芸人祭りっていうことで。芸人祭り。あ、もうこの芸人の話ばっかりしちゃってんだけど。まあ、おじおずさんの話して。まあまあまあ。長いな。うん、という長い。順番になるかわかんないけど。結構いろんな芸人さんと最近一緒になって、この前のは、うん、事務所ライブの、うん、漫才対策ライブで、うんうんうん、なんと男性ブランコが、はいはいはい、今大人気の、はい、もうダメ元で頼んでみたら出演 OK だったらしくて、うん、出てくれてね、うん、いやありえん、今は結構ないっすよね、多分ね。歌舞伎町スパークルにはなかなか出てだってライブもテレビも何もかもお忙しなはずなんだけどさ、うん、いや本当にありがたくて、うん、ライブ出てもらって、うん、男性ブランコさんね、うん、去年ファイナリストですね、キングオブコント。そうで、漫才 M1 は準決まで進んでて、うん、超実力者、超人気者、うん、いやマジですごいらしいのよ、その、うん、劇場での、うん、チケットの売れ方とか、うん、配信とかが、うん、キングオブコントからガラリと変わったらしくて、うん、すごい、だほんと多分で奇跡的に出てる感じだったんだけど、うん、で昔はだからそこまでなんだろう、面白かったんだろうけど、そんな人気あるみたいな。まあもちろん昔ったって大昔だもんね。なんかね、この間サンシャインの坂田くんとかと飲む機会があって、うん、さんと、あとキズマシーンが解散したね、うん、キズマシーンの神野くんとなんか飲む機会があって、なんかちょっとその吉本の話とかなった時に、うん、その坂田さんがその神野くんに、うん、あの絶対あの人気出るタイプの雰囲気を持ってるから、うん、っていう例で、なんでですかって聞いたら、うん、あの男性ブランコっているじゃん、うん、あれ全然人気なかったんだけど、うん、なんかあの系統のこのシュッ、あの系統のこの細身のシュッとした感じの雰囲気っていうのは火がつくとパーンっていくから、うん、もう今もう男性ブランコの人気がもうほんと止まらないと、はい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 、とてつもない人気で、で周りの芸人も、うん、男性ブランコこんな人気出ちゃうのっていう、そうだよね、こんなことなんのっていうふうになってんだって、うん、あのタイプの系統の平井、そうそう平井さん、平井さん、ね、ちょっとこう特徴的な顔だし、狐目の振り子森永事件の系統ですよね、言ったらね、怪人難面相みたいな、そう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 、言ったらけど、そうだ、普通そうなのよね、そう、うん、だからで、うん、まあそのいい流れなんだけど、うん、その人気なる顔に、うん、坂巻さんがツイッターでそのキングオブコント、まだ去年のキングオブコント男性ブランコが決勝進出した時、男性ブランコじゃないマッハスピード放送局でツイッターをエゴサーチすると、何件かこれ男性ブランコってずっとマッハスピード放送局の坂巻と間違えてたみたいなつぶやきが何件か出てくるぐらいいっぱいあったよね。うん、いや俺本人、いやなんか多分同じ系統、似てる似てるっていう声が多数あって、あった。で俺もああそうなんだと思ってて、うん、ってことは言われてみれば人気出る、うん、可能性のある顔ってことですね。まあそうなるよね。そうなるはず。その理論上だと、じゃあまだ火こそ一個火種さえついちゃえばもう、うん、この顔はいけるはずだったんだけど。はずなんですよ、ね、この顔は。ずーっと、似てるんだな、似てるんだなと思って。人気。機会さえあれば。そう。機会さえあれば、あとチャンス。一緒に写真が撮りたい。撮りたい。似てるというフリートークをしたい。そうそう、ずっと思ってて。と思ってて、会う機会なかったから。で、お会いして、舞台上で、こう、うん、トークできるってなったんですね。ライブ中。うん。うん、で、満を持して、うん、そういえばって似てるって言われるんですよ坂巻が。それはそしたら向こうの平井さんも、うん、いや俺そうそうそういえば似てるって言われるんですよみたいな。向こうもね、平井さんの方も、で平井さんはなんか丸い眼鏡かけてるから、うん、じゃあちょっとその眼鏡取ってさ、うん、似てるかやってみようよっつったらパッて取って並んだらさ、そいつもう何その会場全体が何こうどうリアクション取っていいか分かんない分かんないぐらい、ほんと2秒ぐらい空気が止まったぐらい似てなくてあんなさ、あの流れはウケるやつじゃん、うん、似てるー似てるーって絶対、俺ですら思ってた。
でしょ？似てる気がしていたから。俺も似てる気して、うん、俺も言われてたから。てか全員似てる気がしてんだよ、その会話してる段階で。あ、ほんとだ、言ってみたらそうだ、似てるかもしれない。っていうことで一回こう、顔を伏せて、目がね、取って、はーいってあげた顔が、似てないの。全然似てなくて。あんなことある。え、なん？あの流れ。信じられない。な、こんな似てる感じで似てないことってあるっていう。なんか脳の、騙し、何？騙し。忍者のあの、里行った時の、坂道、歩いてないのに坂道で、なんかもう、脳がパニクるみたいな。どんな例えやねん。似てるはずなのに似てないみたいな。忍者の里道で。でも、わかんない。どまかった。忍者屋敷のさ、うん、アトラクション入るとさ、うん、なんかもう、目では坂道なんだけど、うん、歩くと坂道になるから、脳もう足と脳がパニックになって転げ落ちちゃうみたいな。トリック。そう、それと一緒。ね、脳で似てると思って見てるはずなのに、似てないから脳がパニックを起こして、みんな、真顔になるっていう。真顔になって、顔、声を発さなくなるっていう2秒の。衝撃だぐらい似てなくて、うん、で結果なんかいろいろ話し合った結果、うん、これが実は一番この世のどの顔よりも似てないんじゃないかっていう、そんなわけない。なんで似てないわってとか一番なんかもう一番ってなんだ、もう一番似てないんじゃないかっていう、いや似てない、いや似てマツコデラックスとかのが似てないだろ。なんで一番似てないんだよ俺が。いや変に近いと思わせてるがためにだって、じゃあ、松尾デラックスと、マツコさんと、サカちゃんが似てるって言われた時に、うん、あんな2秒も止まる？あ、止まらへん。でしょ？いや、ってことは、振りが切ってるから。ってことはに、まだ似てる。もうまだ似てるのよ。まだ似てる。あんなリアクションにならないもん、人間が。だから多分この世で一番似てないんじゃないかっていう、たまにあるじゃん、ライブでああいうの。ね、ここはなんか似てないみたいなってさ、なったのも。あれ結構鉄板ぐらいで盛り上がる。似てるんだよね。盛り上がるじゃん。似てるんだよ、結構。初めてだよ、俺、うん。あれで盛り上がんないやつ。だって似てないんだよ、一番。この世で。この世すっごい。この世でって何やねん。いや、まあまあ、でもね。見てよ、この、似てないでしょ、これ。ライブ中にも言ってたけど、うん、もう目だって言ってたよね。目が思った。とにかく目が。目が一番似てなかった。目が本当に似てない。本当に似てない。人気出る。なんで人気出ないんだよ。